政府は北朝鮮に出入りする船の貨物検査を行うための法案を臨時国会に提出する方針を固めました。自衛隊の活動規定を削除することで社民党も容認しました。政府は当初臨時国会への法案提出を見送る方針でしたが、国連安保理決議の履行を日本が各国に呼びかけていたこともあり、提出する考えに転じました。ただ麻生政権が国会に提出した法案から海上自衛隊の活動規定を削除する方針です。自衛隊の海外派遣に慎重な社民党に配慮しました。自衛隊の部分がですね、削除されたという点について、これは大きな変化でありますから、それは率直に前進と評価しております。社民党の常任幹事会では、朝鮮半島の緊張緩和の動きへの影響を懸念する声も出ましたが、最終的には法案提出を容認しました。